というわけで、ザ・アドリブレートショー、今夜も始めますと、いう感じでいきますけども、まあ、前回ね、恐怖エンディングで、終わったんで、まあ、この後、まあ、ドキドキエンディングでね、やっていこうかなというところで、いろいろドキドキ度を無視してやってたんで、今回はそっち優先でいきましょう。これも飛ばせ、まあ最初から見るか。はい、ではね、こう戻ってきました。でアドリブシステムの説明はいりません。右か左か右か左かじゃない Z か、Z か X か、そうやった。さっきやったばっかなんで正直大体覚えてます。大体覚えてるはず。これがカレンダーで、これが、ダイヤル式。あとでいいや。で、テレビで、まあ、しませんよと。お前おるかよ、おい。ベタだな。ははは、と。しません。恐怖。これ読まなくてもいいよな。ドキドキエンディングだけ探したい。あそこもやったしね、あのご飯もやったし、もうこれやった前覚えてないや。トイレか。いやいやいや、でそうそう7631や。よし、思い出した。7631だ。7631だ。な、763、3、31。開いた、和室。もう攻略動画だよね、こんな。うい。忘れとったわ。私のこと、好きって言ったのに。子供とその父親、お地蔵さんね、時計ね。あ、でここでろうそく、はいはい、でろうそくをぬりぬりして、ぬりぬりして飛び忘れとった。ね、ぬりぬりして開くかっていう話だけど、風呂の鍵。さあ皆さん来ましたよ。ドキ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 。ごめん、今それなんどうでもええねん。こっちみんな。わ、いたす今。やはりここには霊が。しません。おそらく下着などを入れたんすが、もうこれね。あ、俺今しないって言っちゃった。あれ、前、俺やったっけ。もうやったということにしましょう。いいんかな、まあいいや。はいはい。ああ、やっと来た。よし、ちゃんとやるよ。おい。キャッタレ？来ないで。いやー的な感じで、殺人鬼殺すにホラーでは定番だよね。この映画にそういうシーンがあればいいのに。無理だろ、登場人物は全員男みたいだし。それは全員男みたいだしっておかしいだろ。全員男やろお前ら。マットだ。ああ、ドキ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 したわ。ドキドキなんだっけ。ああ次か。寝室、あれ、あ、トングやった。トングトングトングで寝室の鍵と、まあ、実際ね、こんな心霊スポットいたらこんなサクサク動けんって話や。でテーブルあって、これが3階調べろ、3階調べる。ここ何もなかったよね確か。で書斎の鍵か。
で、これが、ね、3431や。はい、OK。はいはいはい。で、これだ。これなんか見た気するぞ。見るとかいいのは、だいたいこれホラー映画みたいじゃないか。なんでホラーでいかがしシーンがあるんだよ。いや、ホラーと降りる気は切っても切れない関係あるんだよ。ま、そういうシーンは大抵死亡フラグだけど、そこに PC あるよな。見ねえっての。で、見ねえんかいって言ったような気がする。ここの世は終わった。そんなになんかドキドキ、変に演出ってなかったんか。バールタ、ああ、この話ね。はい、SNS は見ません。なんだっけ。ああ、かけとってねえや。部屋の鍵。部屋の鍵。ぬいぐるみ。あ、ダメなんか。ああ、これ見た見た見た。はいはいはい。ああ。普通にビビった今。ああ、で、ぬいぐるみ、はいはいはい、ぬいぐるみね。ああ、使えばよかった。真っ暗の下。これなんか最後の分岐だけやればよかったんかな。うまくいく。普通の部屋。これは恐怖演出とかしない。ダイヤル上、おー、なんだっけ、2819か。はい。いらんだね。普通に最後の武器だけすればよかった。いや、行きましょう。いる。こっち見た。きっと姉がこの家の家族を。くっくれな。殺すのは俺だけにしろ。他の三人は。何言ってんだ。そんなの俺が許さないぞ。なぜ止める、ショウ。なぜって。ああ。おい、この後の展開考えてるかと。適当に喋りました。どうすんだよ。ここはショウのアドリブで場をつなげるしかない。頑張って、ショウ。くそ、どうすれば。ラストアドリブ。いや、ここだけでやればよかった。アドリブ。お前が好きだからだよ。え？はあ、ほっ、何そのアドリブ、ごめん、つらいね。いや、謎の BGM ノリノリじゃねえか。監督、さすがにカット入れた方がいいんじゃないですか。いや、予想外の展開で面白いかも。こぼましょう。二人とも霊が後ろに。ああ、そう、ちょ、二人の力で倒すんだ。何の力、二人の力。そう、愛の力で。しゃ、おーおお、話おかしい。くらえー、何この光、特殊効果だよ。対応早いな、すごい。ぐわー、もう役者も困惑。あ、いなくなってる。そうか、二人の強いパワーが霊に打ち勝ったんだ。万歳万歳。はい、ハッピーエンド。終わり、カット。いやー、よかったよ、お疲れ様。悪かったよってねんかな。まあいいや。で、いや、俺もっとなんか濃い感じのやつで終わるかと思ったけども、まあいい感じ。がっかり。別の部分5点達する時点で嫌な予感が。またダサ作が生まれました。原作の必要性を感じません。もともと光ってヒラードの下を引くできるわけです。監督が引退した方がいい。取材アンドファンでも楽しむのは辛い。彼のキャリア兄貴さんついてしまったのではないか。あ、めっちゃ酷評。そうでもないと思うけどね。まあ原作と違うっていうのは問題かもしれない。明らかに違うからね、多分。 Thank you for playing。あ、ではですね、本日もお話に付き合っていただきありがとうございました。あれ、はあ、映画の評判かなり悪いな。ちょっと残念だり、そもそも全編アドリブなんて言っただよ。監督、先日はどうしたらみんな仕上げたか教え。確かに今回の映画の評判は良くなかった。
でも次で挽回すればいいさ。ということでまた撮ることしたよ。そうなんですか？ジャンルはもちろんホラーだ。さあ行くよ。え、今か？大丈夫大丈夫、君たちスケジュール上げてもらってるし、今度は孤島での撮影になるしね。か、監督、それで台本はない。やだー。あれ、エンド2じゃない、エンド2じゃない。あれ、俺ドキドキエンド足りてない？ドキドキエンド足りてないか。まあまあそのことで、まあ気になった方はね、まあ、フリーゲームなんで、ザ・ドリブル8ショーを、まあ、遊んでください。遊んでみてください。では、さよなら。みたいな BGM やね。ちゃんとやりましょう。やっぱりね。さて、いきますか。あ、はい、ということでね、まあ、ちゃんとやりましょうねと。こういうとこ、これはイベント忘れてましたわ。で、ちゃんとね、全部やらないと多分ダメっぽいので、あのもう一つのエンディングね。で、それをちょっと今やろうかなと。はいはいはい。何言ってんだ。あげる、トランクス、トランクス捨てる、ウアホー。はい、銃。で、次が、シャワーもします。いやー、お前見たからね。トング。一応セーブしようかね。あ。じゃあ次は、次のところ飛びますね。まあ、本棚調べたら、ああ、まあ、出ましたよと。やりましょう。今日にもこんな、ああ、頃があったな。何さ、急に。あの頃、お前は歌や踊りが得意だったけど、まさかこうして一緒にアイドルユニットをやるようになるとはな。うん。今まで迷惑かけてきたけど、いつもありがとう。これからもよろしく。はは、こちらこそ。え、なんでいい話みたいになってんの？ドキドキが10増えたと。まあ、大体ね、オチは想像つきますけど。なんだっけな。3回調べろ。はい、ここはもう OK かな。この下、ああ、まあいいえ。DVD なんかが置いてある。これちょっといかがしいやつじゃ。ああマジ、いい、見るか、見るとか言うなよ。だいたいこれホラー映画みたいじゃないか。ああなんでホラー映画で、うんぬんかんぬん。切っても切れない関係がありますよ。おー、死亡フラグです。そこに PC あります。見ねえっての見ねえのかよってね、やりました。はい、これも確か、あーちゃうやんけ。OK。いや、覚えてるもんだね。じゃあ次。ああ、ちょっと。
はい。制服のスカートだ。女子高生のスカート、かぐ、かがない、はく、はく。新しい世界が開けるかもね。一生開かんでいい。はい。これ結構いったんじゃないかな。はい。なんだ。何やったっけ。2819やったっけ。あ、いた。はい、ここまで戻ってきて多分全部やったんじゃないかな。多分、ダメやったら戻ってきまーす。いる。パッパッパッとね。他の3人はなぜ止めるでしょう。なぜって、はい、すみません。はい、頑張ってでしょう。クソ、どうすれば。ドキ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 いきます。お前が好きだからだよ。はあっつって、何そのアドリブ。これつなげパッと入れた方がいいんじゃないですか。いやー、まあ、マッシュアップ力で倒す。愛の力で。よっしゃ。くらえ。ここまでは展開一緒だ。何この二人。特殊効果を目の前にできるんか。で、いくわー。役者もこんな。別に誓ったんだ。万歳。いや、俺これ足りてねえんじゃねえか。カット。お疲れ様。これか、あ、そっか、ここから、あれか。おい、勝ったよ。友情限定グッズ買いについてまた見ようかな。映画初上映のように、まるで台本がないから自然な演技の印象ではないから、ね、画面が終始暗かったらいいことは普通にやるものも、ホラーが苦手でも買い方をし、フィアの魅力がいっぱい詰まってます。というわけで見たいですね。はい、では今夜また終わりました。あ、サンキューフブレイン、サンキューフブレイン。どうぞ。あら、変わりましたね。映画が封切られてからしばらく経った。最後にもそこそこの映画評価を得ているようだ。だけど俺は悩んでいた。なぜなら、今日もお疲れ。あ、飯でも食べに行こうぜ。いや、僕はちょっと用事が。うん、僕、そうか。ごめんね、また明日。また明日。じゃあ、二人でごゆっくり空気読んでんじゃねえかよ。絶対誤解されてる。ああ、なあ、ショウ。映画のラスト、あの時はびっくりしたけどさ。ああ、俺、嬉しかったから。え?だからよろしくな、これから。よろしく。はい、ドキドキエンドでした。これ以上はないでしょう。はい、というわけでね、ちゃんとやりました。それではまた次いいの動画で、お会いしましょう。さようなら。